巨大筋肉だるまは、マッスルをつけろ、ノーマッスルよ。はぁ、完全燃焼、これでは俺のマッスルは満足しない。次のサンドバッグを、俺のマッスルに刺激を。うわぁ、まさに人間トラックね。まさ苦しい。マッスール。バカも楽しそうでよかったわ。戦闘力オーラ、400億、すごく強い。けどカナメくんなら大丈夫だよね。あのリリオーってやつはまだ俺との距離がある。今のうちに戦える環境を整えるんだ。来いよ、格上だろうが何だろうが勝ち上がってやるよ。もっとマッスルをつけろ、ダメ。こんなマッスルじゃ満たせん。なんだこの面積マッスルは。なんだ、武器なんか使いやがって。武器を使うのはマッスルが足りてない証拠だ。気合が足りん。まったく、老若男女全ての悩みと問題はマッスルで解決するというのに。マッスルはラグ&ピースなんだよ。すごいぞ、力王戦士。どんな敵の攻撃を全て跳ね返してます。あれだけ人間戦をやってもあのマッスルに傷一つついていません。異様に目立つ黒光マッスル。あの攻撃のマッスルを突破できるノーマッスルはいるのでしょうか。あのマッスルおじさんすごく面白いね。戦闘バランスは褒められたものじゃありませんか。様になってるのでいいんじゃないですかね。マッスル。ただ、場の流れを一気に持っていくあの肉だるまはとても強いと思いますよ。何や、肉だるまってもはやミットしか見てないじゃん。おやじ、ダンベルぶっといの一つ。ぶっといやつだぞ。俺のマッスルが高揚するような極上の極太ダンベルだ。おやじもいなければ極太ダンベルもありやしない。こんな極細ダンベルじゃ俺のマッスルは高揚どころかフラストレーションが溜まってしまう。そ、まずい、ゴールデンタイムが来てる。誰かプロテイン用意しろ、今すぐにだ。力王戦士、予選中はプロテイン用意できないので終わってから飲んでください。なんだと、これだからノーマッスルはダメなんだ。マッスルは常に気を使ってやらないとすぐにダメになってしまうというのに。何もかも予選のやつらがトロトロしてるのが悪い。この非常識ノーマッスルどもめ。さっさと終わらせよう。マッスルの救世主であり、革命家であり、神前大使である俺が。残り22人か、全員根性を叩き直してやる。なんとか二人、片付いたか。そう、一人一人の強さが夏影と同等クラスだ。2対1なら絶対に負けていた。はこんなんじゃパトたちに笑われてしまうな。こんなところで負けたら大岡や幻想郷で手伝ってくれたみんなに顔向けできないよな。まだ始まったばかりだ、あがいてやるさ、この身が滅びるまでな。モニターにあと何人か書いていた。10人、俺が戦っている間にだいぶ減っている。全員が1対1で戦えばそうなるか。俺があと1人、いや2人くらい倒した頃にリーグリーダーと当たれば御の字。次はどんな能力者か。相性次第ではリーグリーダーと戦う余裕がなくなるな。計画的に動かないとな。は、2人。ってことはもう残ってるのは俺と誰か。すごいプレッシャー。まずい。この剣で通用するか、魔剣を模倣した方がいいか。マッスール。来た。もろい。こんな壁では俺のマッスルに耐えれないだろう。変態。これがリーグリーダー、力王。おっと失礼、先ほどの布操作の能力者から顔面に布を貼られてしまってな。あとはお前が最後だ、ノーマッスル。なんてデカさだ、それに戦闘力オーラ400億だと。崩壊で戦った男手の8倍。まだ全力を出してない状態で。だ。勝てるのか、50億を3人がかりでやっと倒した俺が。これが世界レベル。俺が踏み込んでいい領域じゃなかったってことかよ。脆いな、ノーマッスル。武器に頼るな、ノーマッスル。武器を使うなど程度が知れる。マッスル。力量差がありすぎる。全ステータス値も負けてる。熟練度なんて大人と赤ちゃんの差くらいある。お手辞にもカナメくんが勝てるプランは見えないわね。というかあれって私的にも結構きついかも。私たちでも多分苦戦するレベル。オオカミは申し訳ないけどこれは大丈夫。カナメくんはまだ何も出してない。出してない。もしかしてあの黒い羽が生えてる状態のこと。前回で私が止めた。ちゃんとカナメくんは以前よりかは使いこなせるようになったんだよ。だから以前よりってレベルなら無理ね。あの時でも100億の私の攻撃に負けていた。今の相手は400億以上。カナメくんが成長しているとはいえ、
物理工房療法が特化している力量に通用するかどうか。正直あれは能力重視にとって最悪の相手ね。あそこまで近接物理特化だと戦いにくいわ。お世辞にもかなめくんは近接特化とは言えない。能力のバリエーションと組み合わせて戦うスタイル。しかも生半可な能力はもろともしない。あれを貫通させるほどの能力をかなめくんは持ってるの。わからない、でも信じるんだよ。私が信じてあげないとダメなの。そうは言っても即興で壁を作って俺の攻撃から離れたか。危なかった。レイカさんとの実戦がなかったらあのままスピードに飲まれて終わっていた。だが氷とは気合が足りない。俺のマッスルを味わいたいなら、こうする。ただの腕力だけで。さあ、ノーマッスル。俺のマッスルがタンパク質を求めて泣いている。俺のマッスルのためにも早くやられてくれ。奥の手だか。おっとー、力量選手の攻撃が引き金選手にとどめを。あれ、してない。これは逆だ。引き金選手が力量選手にカウンターを食らわせたー。追撃リファーデスオクトコス。俺が打点の力を理性を保った状態で扱える形態変化だ。素晴らしい、素晴らしい進化だ。傲慢の器。たった3年で傲慢をまとっても理性を失わずに済むとはね。さあ、どこまでの完成度だ。私の目の前で見せてみろ。俺のマッスルを乗り越えてくるとは、根性のあるノーマッスルだ。俺はスレンダーマッスルだ。スレンダーマッスルだと。ああ、動きの効率を考えて鍛え上げられたマッスルだ。ノーマッスルでねえ。面白い冗談だ。まさかスレンダーマッスルなどジェドウを名乗る者がこの予選にいたとはな。いいだろう、そのジェドウマッスルをこの俺にぶつけてみろ。どうだ、凄まじいだろう。俺が気合を入れればこれくらい容易だ。そうか、あいにく俺もオーラ見せてやりたいが、この形態になるとオーラという概念が曖昧になるんだ。第2ラウンドがドリマッチョ。来い、今度は俺の全身全霊のマッスルでそのやわなマッスルを粉砕してやろう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。